を受けた時の印象からお気持ちを伺って、はい、あ、そうですね、まあ、間違いなくその本を読ませていただきましたが、まあ、僕じゃないだろうなと。僕の知っている利休っていうのはそれこそ今おっしゃったように三船先生やそれこそ三国ね、この間の蓮太郎さんというそうそうたる方々がやっていて、まあ、全く僕は違うぞという話を切々と喋れましたらば、まあ、なんかこうパッションだと、なんかこういうわけのわかんない横文字を言い出して、まあ、なんだかちょっとあやふやのまま、でもやはりちょっとお会いしたということで随分話が進みまして、もう腹をくくって務めようというのが始まりなんです。利休の妻役をということでお話があったときにはいかがでしたでしょうか。まあ、何せ利休さんを演じるのが平成の老関者の海老蔵さんなので、あの反対をする意見もあの周囲にはかなりあったんですよね。でも私としましてはどんな困難があろうともこの役は必ず演じてみせると、でこの作品をいい作品にしてみせると、そのように思っていたんですけれども。まあ、お父様と共演された映画を実際本編ご覧になってのまず感想。父がその女王をやるときに、うん、あの家に呼ばれて、あの引き受けましたみたいな話を受けて、ああなんという方なんだろうなと、まあ、せがれながら、まあ、我々の場合は敬語ですし距離もありますし、まあ、師弟関係でありながらも今回はあなたが主役ですから私は出させていただきますということで、きっと父はでももしかするとやってるときにこの映画を公開するときには自分の命があるかないかってことをいささか、うん、認識してたんじゃないのかなというような節も感じてしまったので、なんかこう父の姿をこの映画で見ると、出演してくださって、あ弟子という形で出演して、何も言わない竹の女王であり市川團十郎であり、父は言葉では言い表せないものがありました。一番こうちょっと印象に残ったあの場所ですとか、あるいはそこであったエピソードなどをお聞きできればと思います。海老蔵さんとその撮影中に利休さんが作った大庵というたった2畳のお茶室に見学に伺う機会がありまして、なんでしょうね、ただならぬ気配を感じたのを覚えていますし、その気持ちを胸にあのまたロケに臨ませていただいた三井寺というところでやはり大庵を作ってあのロケをしたんですけれども、そういった記憶があります。なんか衝撃的な感じですか。全然あのね、なんか海辺のシーンがあったじゃないですか。もう無謀なね、監督がね、真冬ですわ。ほんでね、あの波がね、このもうこの半分ぐらいの高さの人持ってかれたんですよね。ザバーン、それちょっとちらっと見ちゃって残酷だなと思って、そこはね、カニがうまいですね。海老蔵さんのおごりです。そう、あれ俺だよね。私ご一緒してないんでわからないですけど、あ僕が払った。いやひどいんですよ。でもねこれはね、声を大にして言わせてもらいたいけどね、あのね、監督と一緒に毛ガニ食いに行こうぜって話してたら、そしたらもう分かったとか言っときながら、でだったらその韓国の女優さんもいらっしゃったんで、で一緒に食いに行こうと言って、したらばね、監督待ってと暮らせと来ないんですよ。何やってんのと、もう帰ったとか言うわけ。ちょっと待てと、約束をしただろうとね。そしたらね、その韓国の女優さんにちょっと変わってね、変わるからっつって、でも俺が何回言ってもダメなのに、韓国の女優さんが来てっつったらね、分かったってすぐ来た。何回この男それを僕にやったか。ちょっと待って、ちょっと待って、映画の宣伝しよう、映画の宣伝しよう利休を演じることから学んだことっていうことをお伺いできればと思います。例えば歌舞伎役者だとするならば、歌舞伎だけできたらいいわけじゃないですよね。今日も僕この後にお茶しに行くんです。でもやっぱりそこで勉強になることというのは、お茶の作法の中でも各々裏千家様、表千家様、武者の小路千家様、ね、演習流とかいろいろありますが、そういうなんかこう作法が間が一緒なんですね。客観的に歌舞伎の世界を見ることは僕はできないにしても、お茶の世界ですとどういうふうに客観的に伝わっているのかということをやっぱり垣間見るということは、間の使い方とかはやっぱりちょっと勉強になるというのは、まあ今の質問の答えになればいいなと思いますけど、はい、映画利休に尋ねよ完成報告会見以上で終了させていただきます。今写真を覗き込んでいらっしゃいますが、本当に素敵な笑顔で素晴らしい包囲力のある演技を見せてくださいました。どうもありがとうございました。では拍手でお送りしたいと思います。中谷美紀さん、市川海老蔵さん、そして田中光俊監督です。